おはようございます。本日はですね、今から大阪の淀川の花火大会に夫婦で行きたいなと思います。嫁は先に大阪でネイルかなんかやってて、で、僕は今から合流するんですが、一応今から行く淀川の花火大会を行ったら、もう今年の花火の予定はないので、今年は前回ちょっと前に動画上げた PL の花火大会と、で、今から行く淀川の花火大会っていう感じになってるので、まあ彼女はだいぶ楽しみにします。僕はいろいろ荷物持って行ってます。ここなんかちょっとした椅子とかそういうのは旦那さんが持っていく役目なんで、しっかり持たせてもらってます。ではですね、今から大阪にいる嫁と合流して、先に多分ご飯食べてから花火見えると思うので、まずとりあえず合流したいなと思います。では行ってきます。嫁蔵と合流しました。じゃん。いよいよ花火ですね。ね、その前に腹ごしらえ。はい、それではですね、ご飯食べて今は福島駅に来ました。福島から、花火を見る場所を今探しに行ってますが、あ、俺来たラーメン屋この間来た、ここの辺や。帰れんかった夏あってん。あん時に来たラーメン屋この辺。今日のスタンドフジはどうやった？久しぶりに車で食べれたから美味しかった。車でいいな、あってよかったな。よかった、甘かったね。ああ、本館サーモン飲んだし。では、場所を探しに行きたいなと思います。行ってきます。では、せーの、乾杯。おかえり。ただいま。激混みだった？激混み、トイレ激混み。ファミマとかもトイレもう潰してんねん、入れんように。どこのコンビニもそうだね。なので、パチンコ屋さんに行きました。で、しかもパチンコ屋さんもトイレの誘導の人がおる。ここに板間があります。ではあと1時間ぐらい待ちたいなと思います。待ちます。今日のお菓子のラインナップです。じゃん、雪の宿。これはもう定番やな。うん、これ君やな。そう、私の大好きな茎わかめ。家にだってわかめのやついっぱいあるもん。そうそう。で、これはたっくんが食べる。そう、まあ、チーズがうまいからね。でも秒でなくなるやつね。個数が少ないんだよ、これ16枚しか入ってない、秒で終わるな。で、これを柔らかいかて、これも美味しいんだよね。うまいなね。で、まあ、チミといえば、そう、カルパス。ドライソーセージって言うんだ。買ってきました。万代ではドライソーセージって言うんだ。コンビニやったらカルパスって言うけどな。嬉しい。もう早速食べてるじゃん。良くないよ。今日はね、プレモルにしたんだよね。スーパードライじゃなくてね、クリアサヒ。あ、クリアサヒ。え、ちょっとスーパードライじゃん、いつもこういう時は。だけど、今日はもう一個上のな、もう一個上のプレモル。ありがたく飲みましょう。うまい。私は PL と同じくこれにサイダーも入れました。さあ、待ちましょう。
はい、それでは、無事マンション付近まで帰ってきました。梅戸さん、淀川花火大会どうでしたか？楽しかった、綺麗だったね。うん、いい席やったな、意外と。うん、うん、花坊だったね。全然狙って行ったわけじゃないけど、たまたま流されるように行ったらそこやってんな。見れるかわかんないけどって言ったところがね。ほんで一発ピューって上がった瞬間、うわーってな、これやーって。しかも結構割が近かったからこうやって首痛くなっちゃったね。あ、ちょっと上に上げてたりして。そうやな。ぐらいでかかったね。うん、いい距離感やったな。うん、風もあったからちょうどいい感じに流れて、煙もね。うん、もうアテとかも一瞬で食べたしな。うん、でも始まったらもう見てたから。あ、君はな、1時間ずっと上見てたからな。俺はもう途中から飽きたな言ったけど、まあ、ということでですね、2019年の、まあ、花火大会っていうのが以上 PL と淀川行って終了っていうことで、まあ、花火大会は終了したけど、2019年夏のイベントとしてどうでしたか、花火大会は。ありがとう、最後まで付き合ってくれて。まあ PL の時 は途中でな、帰ろうか言うたけど、淀川の時は最後までおろかいてな、なんとかおったしな。ありがとう。まあ楽しんでくれたらそれでよかったわ。という感じなので、まあ残すは、あとは海に行きたいかな、夏のイベントとしては。あと甲子園にも行きたいね。そうやな、甲子園と海やな。覚えてるかな、足りるかな。まあ多分この動画見てもらってる時に、どの順番でアップしてるかわからないんで、今の現段階では花火、PL と淀川しか行ってない状態で、順番がもし前後してたら甲子園先行ってるかもしれないんですけど、まだ甲子園は行ってなくて海水浴も行ってないという感じです。海水が近づいてるからね。そうやな、またそのうち行ったら動画も撮るやろうけど、はい、動画がアップされへんってことはいかんかったってことやな。という感じで、まあ、夏を今のところは順調に楽しんでる拓蔵夫婦という感じでした。では、まあ、この辺で終わりたいなと思うので、見てもらってありがとうございました。